皆さん、こんにちは。イエス、森脇亮太です。森脇亮太、なんと YouTube をスタートさせます。バカバカ、みんな大喜びをね、みんな森脇亮太が YouTube を始めるということで、今日からスタートしたいと思います。よーい、スタート。で、 YouTube をスタートするにあたって、何を最初撮ろうかなって、もう昨日の夜から考えてたら、なんと寝れない、もう緊張しすぎて、もう睡眠時間本当に3、4時間ぐらいかな。だからこうやってもう目もパンパンやし、目も腫れてクマもできて、で顔もパンパンで、この通り顔もでかいし、それは元々ね、バカ野郎、誰が生まれつきや、本当に。もう画面から溢れとる顔が、もう画面からはみ出ちゃう。いや、わやば、ちょっと匂った？ちょっと匂いましたね。だいぶ歯磨いてきたんやけどな、ちょっと胃がおかしくなっとるかもしれん、ちょっとわからんもん。確かにちょっと匂うな。失神出る。バカ野郎。もう本当具最初からちょっとグダグダレベルやけど、ちょっと簡単な自己紹介をやっていきたいなと思います。森脇亮太、広島県福山市出身。小学校何歳からサッカー始めたんかな？小学校2年生からサッカーをスタートさせて、6年生まで普通の自分の地元の小学校のチームに所属してました。なんかそんな自己紹介いる？元気。いや、あんま興味ない。僕が聞きたいのは、ちょっとちっちゃい頃から顔がでかかったのかどうかっていうところで、ちょーい、いや帽子が取れちゃった。ちょっとやめて帽子が下の方にちょっと取れなくなった。いやー、森君らしいですね。やばい、ちょっと待って、いきなりハプニングやん。ちょっとよかったね。ちょっとこれでハゲ散らかしてたね。まだ大丈夫や。ほんともうちょっときっかけ、ちょっと狙ってたのかなと思って。いや、狙ってたらすごいんやけどな、ね、もう、まあ、ちょっと狙ってたかもしれない。狙ってたよ、絶対。うまいやろ。うまい、もうで、何やったっけ、何を聞きたかったんやっけ。プロフィール行きましょうか。プロフィールね、小6ぐらいまで行ったんで、そっから。そう、小6で、はい、中学校は広島県尾道市っていうところのサンフレッチェビンゴっていうところのジュニアユースチームに所属してました。で、高校生はサンフレッチェ広島ユースに所属して、で、高校卒業と同時に、プロになりました。プロのスタートはサンフレッチェ広島からスタートして、1年間サンフレッチェ広島トップチームの方で、プレーした後に2年目から愛媛 FC っていう、今でも今 J2 リーグに所属してて、当時も J2 リーグだったんですけど、そこにレンタル移籍をしました。で、2年目3年目は愛媛 FC でプレーさせてもらって、で、その後はサンフレッチェ広島にまた戻ることができて、そこから26歳まで、サンフレッチェ広島でここでプレーさせてもらいました。で、27歳になる年から今度は浦和レッズの方でプレーをさせてもらって、去年からかな、だから45歳ですか。いや、そんな年は取ってへん。まだ見た目的に老けとる。誰がバカ、もう、はい、バカ野郎。もうで30、今が4だから、そこ34の年に、京都サンガで、プレーさせてもらって現在に至っているというところです。ではちょっと次なんですけど、一応プロサッカー選手なので、一応じゃないのよ、現役。一応じゃないですか、本当に。もうだいぶ現役 J リーガーとして一応今ここに立ってるのよ、現役。そういうことですね。一応じゃないよ。一応じゃないと。まあじゃあ現役 J リーガーなんで、ね、ちょっと覚えといて。そうですね、ということなので、ちょっとこう、なんかそれっぽい話というか、ちょっとサッカー選手っぽい話を、だからサッカー選手なのよ、していただきたいなと思って。サッカー選手っぽいじゃなくて、じゃあ、サッカー選手なので、はいはいはい、そういったお話を。なるほど。
来たね。そうですね。ついに来たね、はい、元気。もうバチッと行くところで。そうですね、行きましょう。で、何だったっけ、質問。いや、それっぽい話を。それっぽい話を。サッカー選手。はい。じゃあ、プロになろうと思ったきっかけは。あ、いいですね。そういうの多分、ね、たくさんの人聞きたいと思うんで。聞きたいの、はい、聞きたいです。なんか全然違う感じ。聞きたいですよ、聞きたいの、はい。じゃあ、ちょっと、一応、その話をさせてもらおうかな。じゃあ、お願いします。まあ、小学校2年生の時に、サッカーをスタートさせたんですけど、その時にちょうど J リーグブームで最初に出会った選手がキングカズさんこと三浦知良選手を最初テレビで見て、なんてかっこいいんだと、もう本当にもうスーパースターって、その当時言葉あんまり分かんなかったけど、もうかっこよすぎると思って、とにかくサッカー選手になりたいっていうより、キングカズさんになりたいという思いで、もうずっとプロになりたい、その一心だけでサッカーにのめり込んだっていう感じかな。だからまあ本当に家でもカズさんのプレーを見て真似したり、またもう皆さんが知ってるようにカズダンスをね、家の中で練習したり、試合でゴールを奪った後にはカズダンスをさせてもらったりっていう、もうそれぐらいカズさんの影響力があってプロサッカー選手になりたいっていう思いでした。今でも本当カズさんのことが大好きで、いつか一緒にお会いして食事でもできたらなっていうふうに思ってるんですけど、まあなぜこんなパーチクリーンにはね会ってくれないかなっていうところは感じてるんだけど、どう元気？会ってくれないよね、やっぱり。まあ会ってくれるかな。このでもブランカーを通してね、しっかりアピールしたら会ってくれるかも、ね、もしかしたらあるかもしれないですね。僕からもう一個質問なんですけど、はいはいはい、こう森くんってこう僕も出会ってから、はいはい、やっぱ明るくてみんなと笑顔にできるような、うん、まあ褒めてないですよ。褒めてないの今、なんか褒められた感じ。褒めたよ、今。勘違いしないでくださいね。思うんですけど、辛かったこととかないのかなと思って。あるよ、あるよ。だから元気、今では見たー。うわー、怖い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 ってしてるけど、家に帰ったら、もう、あさっての方向に向かってるから、元気、ポカーンと。でもまあ、それは冗談ですけど、もちろん家でも喋りますよ。喋るんですけど、でもやっぱりね、落ち込むことだってあるし、悔しい思いだってあるし、がっかりする、悲しい、そういう感情は、もちろん、僕にだって、やっぱり人間なんでね、そこは、あります。感情を出したりね、ネガティブな表情をしてると、間違いなくそっちの方向に、どん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 引き込まれていってしまうっていうふうには自分の中で感じるんで、とにかくその時ほどエネルギッシュにバーンと落ち込んで落ち込んで落ち込むけど、むかじゃないね。落ち込んだとしても寝て起きたらもうポカーンと次の日には忘れてるタイプなんで、まあそういう性格がもしかしたらいいのかな。だから結構ね、次の日に嫌なことがあっても次の日には寝て起きたら気持ちが切り替わってるっていうところはありますね。では次に、はい、この YouTube チャンネルを始めるにあたっての思いとか、はい、どういうことをこう伝えていきたいのかな、うんうん、発信していくのかなっていうのをちょっと聞かせていただきたいなと思います。いや、もう YouTube を通してとにかく見ていただいてる視聴者の方を笑顔にしたい。もうありきたりですけど、少しでも笑っていただけるそんな空間を作りたいなと思って YouTube を始めました。で、僕自身 SNS もやってるんですけど、そっちの方でいろんなことを発信してきましたけど、それプラスこの YouTube を使って、そういう空間、森脇亮太を身近に感じるのもそうですし、サッカー選手を皆さんにとって身近に感じていただける、そんな存在でありたいなっていう思いでスタートさせたんで、とにかくくだらない、つまらない、そんな YouTube かもしれないですけど、この動画で皆さんが少しでもクスッと、あいつアホやなと、そう思ってもらえる YouTube にしたいなと思ってスタートしました。今後何をしていくかっていうのは本当ノープランで、サッカーのこともアップしたいですし、サッカー以外の企画もアップしたいというふうに思ってるんで、皆さんぜひ期待して、待ってもらいたいなと、応援してもらいたいなというふうに思ってます。とにかく皆さんと一緒にいい番組を作りたいと思います。イエス。では最後に見てくださっている視聴者の皆様に一言お願いします。
はい、今日最後まで見ていただいた皆さん本当にありがとうございます。これからもくだらない動画になると思いますけど、少しでも皆さんにとって、明るい時間を届けられたらなというふうに思ってるんで、ぜひこれからも森脇と一緒にお付き合いしてもらいたいなと思います。今後とも森脇亮太の応援をぜひよろしくお願いします。最後に森脇から皆さんにありったけの愛を届けたいなと思います。いきますよ、準備はいいかな。チッ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 チュー。最後にエイエイイエス、エイエイイエス、みんなこれからもよろしくねー。